あれ俺105キロだったんだけど、これ壊れてない？あれ嘘でしょ？あれ何これ、エラー、ニューエラー、 114.6。 俺めちゃくちゃ太ってるやん。嘘だろ、こんな、これ測れてないのかな、ちゃんと115キロ以上測れないとかなのかな。それはない。エラーって出た。乗る前に当ててる人ナンバー3じゃねえんだよ。誰で当てたやつ。いや、靴下脱いでないから体脂肪とかを測ってて前からっていうのエラー。ああ、裸足乗った方がいいの。じゃあ裸足で乗るわ。うん、裸足で乗るわ。体脂肪計測って、あ、岩手から当てたの114点。ちょっとどうやって裸足で乗るよ。変わんねえな。これやべえな俺。どうやって出んのこれ。順番に表示が変わる。いや変わんねえね。あ、それ測れてないから。測れてないの。アイには167センチありますね。痩せるまでコラボしようか。痩せたくないもん。ダイエットコラボ。ねえ。でもね、なんかあのね、食事だって言ってなんかその結構、うん、もうなんか歩いて行っちゃったら、うん、もう音とりあえず。俺114キロだったよ俺。とりあえず10とかぐらいは簡単に食事で落ちるから、うん、食事を落としてから運動しなきゃ体壊す。そう、俺105キロだったのこの前まで。なんで俺ホームレスなのに太ってんだろう。また俺それで痩せたとかコメント来てたんだよ。うん、来てた来てたね、せいじ痩せたって、うんうん、池ちゃんに投げすぎました。ドンつき大花火ナイス。なんで投げんの、嘘でしょ。やめてよ特命さん、わっしょやつ。だイベントあるからお願いしますよ。1月4日から明日、明後日からお願いしますね、マジで。いいよ、投げなくて、池ちゃんは金持ちなんだから。2人で乗ったらどうなっちゃうの、ママこれ。絶対壊れる。壊れるよね。壊れる。174センチ、マクド食いすぎ。なんでホームレスさん太っていくんだろう。ジャンクフードだ。ジャンクフード、うん、彼女何キロ。リンゴ3つ分ですね。リンゴ買ったんだ。リンゴ買ったの。うん、風邪ひいてるから薬リンゴ。3ヶ月ぐらいでイケメンと美人になってる。あ、それすごい伝説だね。伝説はありますよね。2人で痩せてさ。痩せた時の写真さ、お母さんまだ送ってきてくれないもん。114件見れない。
あ、イベントって何ですか？ドンチキ、ハート花火、よいしょ、あれだぜ、グラッチェ。イベントってあるんですよ。分かってるでしょ、あって。タクシーのイベントあるんですよ。運営さんからお知らせ来てるでしょ。1月4日からイベントやりますよって。野菜とささみ生活。彼女、アイちゃんっていうの。アイニャンです。アイニャン。ちょっと言いづらいんでね。アイニャンって言うんだよ。アイちゃんの方が言いやすいけど。アイニャン。そう、タクシーイベントあるんで。アイニャン。だから愛なんだよね、名前が。愛、愛ちゃんじゃなくてにゃんなんだよね。犬飼ってんのににゃんなんだよ。意味がわかんないそうなんですよ、うん、ひいさまでしたね。でか、なんともう一匹動物がいます、ここに。愛が好きだね。愛にまつわるエトセトラ。特命さん、どんつきあです。おみくじのわっしょい、ありがとうございます。特命さん、ありがとうございます。うさぎですね。アイニャンちょっと映して。荒ぶらないですね、全然。全然荒ぶんないです。で怒んないもん。うん。全然。やっぱ結構ね、足首はね、結構太めになってます。やっぱ歩くときとか、これで足細かったら支えられないんで、やっぱね、足もちゃんと、人間ってよくできてるもんで、体重が重くなってくると、足を強化してくれるんです、勝手に。うん。足も頑丈になってます、ちゃんと。と一緒ですね。優しい女性がいい。ジョーカーパンツってのこれ。なんていうの。これ結構韓国人が履いてるよね、これ。このズボン。ジョーカーパンツって。え？プニューズだよ。プニューズ？あ、渡辺直美？プロデュース？そう。渡辺直美さんも可愛いから。うん。ジョーカーパンツってのこれ。わかんない。食事制限考えなくちゃ。エビフィルで太ったんだ。揚げ物厳禁。いや、揚げ物なくなったら生きていけないな。ねえ、揚げ物好きでしょ、ママ。揚げ物。お菓子が好き。例えば。お菓子とお酒が好き。俺お酒飲まないからな。夜ご飯どうしようか。でも一応もうマックは。飲み物だけ頼んだんだよね、さっき。鍋の材料ある。ほら、マック。あ、鍋の材料あるの、ちゃんこ。うん。なんか今の時代さ、すごいびっくりしたことが、スーパーの商品がネットで買える時代になってて、さっき来たんだよね、品物がピンポンっつって。うん。あ、にゃんたさん、ありがとうございます。お昼はね、つけ麺食べて。ツイッター見て、ちゃんとクラゲさん。ツイッターフォローしてないからそういうこと言ってんだよ。フォローしてくんないからだよ、ツイッターを。つけ麺デートしてるからね、俺。で、昨日もぶつかり稽古して足捻挫しちゃって、ちょっと今日できないですね。うん。いや、この子の心マジで綺麗だよ、マジで。もう絶対俺の金メートじゃないって分かった、もう。そうだよね、してないよね。結構稼いでたからびっくりした。でも金額聞いたら結構稼いでた。うん。でもホームレスになっても痩せないってどういうことなんだろうね、マジで。今仕事中、今がっつり。うん、仕事してんの今。偉いよね。うん。
そう、金目当てじゃないんだよ。お金稼いでるし。2人で晩ご飯。てかもう足治るまでここにずっと住む感じですね。介護っすね。要介護。多分お風呂も多分俺一緒に行って、これ脱がしてあげないと。ねえ、脱げないもんね。足。脱げない。脱げないよね。トイレは行けたもんね、でもね。トイレは行ける。お風呂、足が悪いから、怪我しちゃうんでね、また。ひっくり返っちゃうんで、ビッコ引いてるから。お風呂の、解除しないといけないね、ちょっと。いや、鍋は1個で大丈夫だね。でかいのあるんで